古仁のことを藤宮が、うん、ほらこの間一緒にご飯食べに行ってたじゃない。ああ、うんうん、はいはい。池王子だったわって言ってたって。池王子、ああなんかね聞いたわそれ。聞いたの？あ、じゃあ藤宮の雑談なんか。あ、言ってたんだ。あ、そうそう。もうすでに網羅してた。池王子どこ見てそう思ったんやろなと思うけど。いや、俺これは池王子なの？ちょっとどうな、うん、俺これ物議かもしていいですか？何？奈良子はどう思ってんの？じゃあ。いや、あのね、乗ってくれよ。古仁はね池王子ですよ。ああ、そこはそうなんだ。イケオジだけど、うん、ちょっとそのミヤちゃんのイケオジだったわーってちょっと俺これね媚びに言ってると思いますね。ああ、ミヤちゃんがねちょっとね古仁にちょっとだって俺が言ってくれなかったもんイケオジって。いや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 、それはそうやから。これあれやな、古仁と一緒にデッドバイデイライトで一緒にやりたいと思ってる。やりたいからね。そしてその先に声優さんとかとも一緒にやりたいと思ってる。やりたいからね。あ、だ俺とかならこう。ステップアップリしてフルコンに行ってフルコンステップアップで最終的にこう芸能人にみんな階段だと思ってるから藤宮は全員は次のステップだな、次はフルコンさんだなっていう。いやでもち宮ちゃんに晩飯食いに行こっかって言った時にもね、うん、そのフルニキも来るってだけどそう喜んでたから、うん、じゃあ行きますよみたいな。じゃああれフルコンがいなかったら行かなかった感じやぞそれ嬉しいけどね俺からしたら不思議メンバーで面白かった。いやでもなんか藤宮とはそうなんですよ、なんか裏でねちょいちょい遊ぶんですよ実は。え、そうなの？うん、僕ポケカの対戦相手がいなくて、うん、で藤宮にそのカメラつけて、うん、夜に対戦してもらってるんですよ。そうなの？新しいデッキできたらそうで夜な夜なねえ進行崩壊入れてくださいよいやおいあいつ勝手に作るな藤宮。高田村も入れて。おい藤宮おいやめろ今すぐやめろポケカをそうなんすよね、うん、前ね、あの高田村のスプラでね、あの藤宮もらいますって言ったあれ嘘じゃないですか、おい秘密裏に動いている秘密裏なんか冗談やと思ってたと思いますけどね。なんかそういやあの後すぐスプラトゥーン4人かなんかで藤宮交えてやってたそうや、真央くんとかとやってやってたあれだからあの転職する前に先にその企業の人と会ってるやつだからさあそろそろ我々歌ってみた。うわこれあれだよ、だから古仁が貧困崩壊募集しますみたいな出し始めたらもう、うもうあれ危険信号もう決まってるから決まってるやつね。でもなんかいやいやちゃんとみんなの中で選んでますからねっていう出すために形だけ募集します。新メンバー1年募集します。うわ裏レジがずっと古仁やよし、じゃあこれで一回オーディション的なことして最終的には藤宮で決まりだからね。もう一応君にはね、うん、一応君ない内定だから大丈夫だからうわぁ嫌だなぁそうなんだ。かないでしょ別にあでもなんかそんな親密な中に知らない間になんかね普通になんかポケカとかてかフルコンさんがそんななんか結構真面目にポケカやってるの知らなかった、うんま、ずの僕はまあ表に出せないんですけど実はちょいちょい裏でやっててで藤宮に教えてもらった時買ったりとか、うん、最近もしてます。あ、うん、そうなんだ。うんそう、あ最近はドローアークがええやっつってそうね対戦ばっかりやってる。対戦動画ってなんかあんまりね素人がやっても動画にならないじゃないですか。そうそうそうなんかね、うん、あんまり見てもらえないもんね。ねなんか僕がな感じの方がいいよね、うん、あでも俺対戦結構ネタ。あそうなの、うん、ただ編集大変なんだよ、ね、ものすごい。あ、それもあるよね、うん、あ面白いけどね。開封がいいんやろなと思いながらも僕自身があんまりレアカードに興味がないんで。あ、ないんだ。あただね、古仁のポケカ動画は爆裂面白いから。あ、そうなの？見たことない。あの着ぐるみ、古仁が着ぐるみシリーズ。そういうこと？ちょっと待って、あのトリッピーの家にあのコスプレしてやってくるっていう。あーなんかそうそうそう、なんとなくわかる。はい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 。あれ別にポケカはやってないです。ポケカ動画ではない。あのクイズを出してそれの商品がポケカだったり、はい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 、このポケカ争奪戦とかね。抗議的にポケカ動画、うん、一応ポケカ動画っていうフライングクイズってあれめちゃめちゃ面白いから。そうそうそう、あれ楽しい、ね、あれは当時の
ニコニコ動画でフルニキがゲーム実況やった時の開始冒頭1分ぐらいのやつに通じるものがあるやっぱなんかね あったよね。なんか最初に茶番してっていう、ね、そうフルニキは当時ずっとゲーム実況開始1分茶番が入ってから本編入るっていうのでそういうこそのそれを今も系譜として続いてると思う。たまにやると、うん、茶番はね。でもなんか冒頭に茶番やるなんか採用例とかもやってたよ。結構、うんうん、結構あったと思う。頭で掴むっていうのはあったと思う。わかるわかる、うん、なんかあのねニコニコ動画はもう最初の1分に全力で後を流しみたいなとこあるからあじゃあやばいやばい、これもうまたまたよ、またニコニコの話に行っちゃう。確かにね、いつもそうなのよ。いつもそうなるんだよね。ニコニコの話に行っちゃう。戻ろう戻ろう戻ろうか。確かにね、藤宮はあの高田村なのか飛び湯なのか貧困なのかの問題をこれみんなここでその問題に戻る今日本3分されてるから、そこに戻ったんだ。せやな、それぞれがやっぱ西日本と東日本と中部に分かれて、ね、選んでもらうしかないね今度ね。そうですね、しっかりと肩決めてもらわないと。そうね、ちょっとそれぞれのリーダーがね、うん、顔合わせたところで。あいい、ね、あ飛び鬼ってリーダーいるんですか。誰なんだろう、誰なんだろう。分かんないですよね、多分仲良しの集まりって感じで。いやそうだ ね、寺蔵さんにしとくか、とりあえず暫定的に。じゃあ寺蔵に来てもらって、うん、呼んでもらってじゃあならばあの審査してもらって、藤目のなんか感じが誰よりかっていうのをなんかちゃんと多分彼は選ばないと思うからあーそうね、うん、じゃあ、ね、その今度宝バーサス貧困バーサス飛び湯に花一門目やろみんなで。花一門目もうなんかすごい想像できる。もうフルコンさんに寄ってる感絶対出るなっていうのが。いや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 、いやもう剣士ちゃんとある。めちゃくちゃ気まずいんじゃないか。宮ちゃんちゃんとお中元とか送っといて、ね、本気でやりちゃんと送っといて宮ちゃんに、ね、好きそうだもん、球団に居続けてもらうためにもちょっとあれ誠意を見せないといけないから、ね、しっかりとフロントがね、そう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 、誠意を見せないと、見せないと、自由契約とかそういうのをちらつかせたらもう本当にやばいことになっちゃうから。あそうね、高田村には随分よくしていただきましたが、さらに自分の能力を見せるところを探したいと思いだからもうそれ言われるとなんかフロントの不信感もまたなんかいろんな人に広がっちゃうからあれこれ球団ダメなんじゃないかみたいな一応交渉の間にはついてみたいと思います。あーもうダメダメだ。で終わりがけに畑坂を前もやぞっつってスキューに飛び火させる確かにそう、確かに畑坂もだってそう確かに、え俺彼もだ。いやあとでもね、俺これはでもちょっとフルニキとゆっくり話せる機会があったらこれ話しておきたいなと思ったんですけど、うん、あの俺貧困崩壊のつもりなんですけど、俺って貧困崩壊じゃないんですかねフルニキ。これ俺なんか俺はずっと貧困崩壊なんだろうなと思ったんだけど、なんか違いそうな区分に入ってる気がして最近。それちょっとはっきりさせよ、もうここで、うん、俺ってどうなんですか、ね、貧困崩壊なんですか。なんか話題ないっすかね困った。俺やっぱ宝村でこのまま引退まであれ俺は七子貧困崩壊かなって思ったって思ってたけど、戦力外通告やばい、年末にトライアウト受けないとアマストライアウト特集されてさ、14人目ないっすか、飛び込みさん。いや家族をね、僕やすさに来てください、ほんまに。ありがとうございます。いつでも来てください、ほんまに。いやほんまに僕は、うん、別になんかそんな枠とかあんま考えてないんで。あそう、この人はどことかね、うん、全然な、月1しかやってないんで言うて、月1の割にはなんか濃いく感じるよな。